マリーアンヌド・ポルテュガルは、ルクセンブルク大公ギオーム4世の日、ポルトガルのハヨウ・ミゲル1世と、非、アーデル・ハイトの娘として、ブロンバッハで生まれた。ポルトガル5名、マリア・アナデ・ブラガンサ。1893年6月21日、ギオームと結婚した。プロテスタントであったギオームは、この結婚を境に、カトリックとなり、以後の大公たちは、 カトリックとして教育されることになった。六条を設けたが、当時ルクセンブルク大公位は男子でなければ告げないとされていたため、継承法が改正され、女性君主が認められた。マリー・アンヌは、夫・ギヨームが病床に付していた1908年から1912年までと、1912年の約4ヶ月間に接生を務めた。第二次世界大戦でルクセンブルク全域が、 ドイツ軍支配下に置かれると、対抗一家はイギリスに亡命。戦火を避けて、マリーアンヌはアメリカ合衆国へ渡った。1942年、病のためニューヨークで死去した。ありがとうございます。